작품들도 이렇게 돼. 시도스토리 이런 걸 중요한다고 그래. 포켓트가, 키로노, 키로노 할 때 보시죠. 나도 키로노 할 때 보시죠. 시간이 아니라 단점이에요. 키로노 성공 할 때 보시죠. 네.
여기서쓰면서대학교수아저씨가이거보시면20년전에왔어요또시대네부탁이하셨는데감사합니다감사합니다기계적으로다이다이멘토상으로하시네자지금니까또今日外でみんな遊ぶから覚えてください。今長いシャボン玉作ってます。で、たくさん作りたいときはいいですか？シャボン玉を飛んでないところに丸描いてください。そしてシャボン玉をこうやっていくつもできます。みんなも遊ぶ道具をね、これの小さいのを作ってきたから。ほら、窓できる、窓できる、ほら、窓できる。ほら、これで作ってください。はい。すぐ割れちゃうでしょ？割れない方法を教えてあげます。シャボン玉ってほら地球には重力があるからシャボン液みんな下に落ちていっちゃうだから上が薄くなって割れますどうするか揺すってください揺すってる間は割れません今から1時間やりたいんだけどだからダメだから、うん、覚えててほら揺すってる間は1時間でも2時間でも割れませんでもう一つね静電気を使わなくてもこっちはです見える見える見えるねはい、そしてシャボン玉を作ったらうちわで煽いてくださいこうやってうちわで煽いてる間は割れませんこれ1時間ぐらいで、ね、割れない1時間ちょっとやらないけどねはい、うちわで煽いてる間は割れない覚えておいてじゃあ今日はねみんな真剣に見てくれたから特別にもう一つ今度お母さんと一緒という番組に出ますで、8月15日から何回か出ますけど今日はその道具を番組に内緒で持ってきたから言っちゃダメだよ、ね、言ったよね、揺すると割れないって、ね、で揺すると割れないってこれひっくり返すよほら中に企業入ります中に企業これね千葉のポートタワーで買った企業なのなんで泳いでるか作り方を教えてあげます言っちゃダメだよ NHK のオンラインからねなんで泳いでるか井戸で釣ってありますでもシャボン玉の光ってて見えませんね、言っちゃダメだよ、ねシャボン玉の作り方です。ほら、ちょっと小さいけど後ろの人見えるかな。小さいシャボン玉を作ってそれで包んでください。そして作りました。うちのマイクは2つになってきます。ほら、あのね作り方はね右に振ったら左にちょっと戻すの。そう入っちゃうから。さ世界の誰もが気がつかなかっただけだからね。これの拍手だね。はい、これとシャボン玉です。はい、これはすごく簡単だよ。すぐできちゃう。はい。滑るからね。はい、ちょっと時間があるからね。じゃあちょっと難しいのもやります。はい、じゃあそれを見てください。はい、これはね、ほら難しいよ。ね、紐でもいいです。今赤と緑と黄色の、紐です。でね、これ細くしてね。今小さいシャボン玉でしょ。で、はい、じゃあさっき、先生に作ったら先生が作ったら絶対面白いっていう雲みたいなシャボン玉を作ってます。その後ね、時間があるので競争をやるので先生タンポポとひまわりの7月生まれの人はゆっくりこちらの方に同じであったら8月でもいいです。はい、みんなこっちを見てください。縦横に線を入れました。それを振ります。よいしょー、ほら、あれだね、これ部屋でやっちゃダメだよ、あれかぶったのうちの連中さん、ほら、わかる、ほらしっかり輪を作るんだよ。そうするとこうやっていっぱいしゃべるのができるからね、後で外でこれを作ってください。ほら、いろんな色のしゃべるのができてます。で、これがうまくできたら今度はね、ゆっくり拭くの、ゆっくり拭くんだよ。そしてお友達のでもいいからできたシャボン玉を持ってください。持ったらくっつけて雪だるまを作るんだよ。そしたら上を持って
ミッキーにしてください。反対ほらミッキーができちゃった。これね生放送なんですよ。昼前ホットなんかできちゃった、ね、時間がないんで急に5秒でとか言われるからちょっとできちゃった。ミッキーできちゃったで作ってください。2つ作って持ってくっつけて雪だるまにしたら上を持って広げるとミッキーができるからね。じゃあ今度はその下見える、ほら、はい、これは何でしょう、見える、そう、リボンだよ、ほら、なんか真ん中ちょっと縮むからね、ちょっとリボンができました。こうやってリボンをつけてください。はい、で、分かった、ミッキーとリボンの作り方はこれだよ。はい、ミキダルマを広げるとミキになっちゃうね。はい、ゆっくり拭くと大きいシャボンでもできるから、みんなの手でもできるからね、ちゃんと。そしたらほら、手が慣れると思って寄せると割れないって言ったよね、さっき君みたいな、ほら、ほら、ほら、みんなのお小遣いもこうやって振るって言うんだけどね。じゃ最後はじゃこれ、はい、手を振ってください。これでシャボン玉を拭きます。手を振る、周年の東京ディズニーランドのコマーシャル出てたんだよ、杉山君。知らないでしょ、生まれてないから。ね。